ロケットエンジンの推進剤ロケットエンジンの推進剤の記事ではロケットエンジンないしロケットによる打ち上げのシステムにおける推進剤プロペラントに関する事項について術る化学ロケットの場合は燃料を燃焼させてエネルギーを得た後の排ガスを推進剤とするのが最も一般的であるため多くの場合は単に燃料を推進剤と同一視する燃料を 酸化剤と酸化される燃料とに分ける場合には、推進剤という語をその総称という意味で使うこともある。可能な性能や、開発組織の技術力、安全性、コストなど、用途と目的によって、燃料と酸化剤の組み合わせを変更する、変更できるエンジンもあるが、普通のエンジンでは変更できない。エンジンの設計を始める、計画段階で通常は、 計算によって選択するものである。燃料と酸化剤が両方とも液体のロケットは液体燃料ロケット、両方とも固体のロケットは固体燃料ロケットと呼ばれる。その他の異なった層の物質の組み合わせで燃料とするエンジンのロケットはハイブリッドロケットと呼ばれる。液体酸素と液体水素による液体燃料ロケットは 日本の H2 ロケット、欧州のアリアン5やアメリカのスペースシャトルのメインエンジン等で使用されている。固体燃料はミューファイブロケット、ペガサスロケットなどのロケットやブースター、ラト、ICBM、ミサイル、RPG 等に使われる。固体燃料ロケット、固体ロケットは固体の燃料と酸化剤を混練してロケット本体に充填した。 固体燃料を使用するロケットである。単純な固体燃料ロケットは主にケース、ノズル、推進剤、点火器で構成される。液体燃料ロケットとは異なる使用時には、ポンプなどの機械部品で燃料を燃焼室に移送することなく、ロケット内部の量へそのまま点火する。初期の固体ロケットモーターには、黒色火薬が用いられた。その後、 ニトロセルロースとニトログリセリンを主体とした黒色火薬より性能の良い,いダブルベース火薬が登場し日本軍のロケット兵器ではこれが用いられていた。第二次世界大戦の後にはコンポジット推進剤と呼ばれる固体燃料が開発された。これはブチルゴム、ポリウレタン、ポリブタジエン等の合成ゴム系の材料をアルミニウムなどの金属粉。 および酸化剤と混連したもので、酸化剤としては、カマンガン酸カリウムやカエンソ酸アンモニウム等が用いられる。ゴムの機材はそれ自体が燃料となるほか、酸化剤や金属庫の結合剤、および燃料の機械的性質を決定する。カエンソ酸アンモニウム等の塩素化合物を酸化剤として使用する場合、燃焼生成物には有毒で発ガン性があり、オゾン層を破壊し、 酸性ウや地球温暖化の原因になる塩素化合物が含まれる。そのため塩素等のハロゲーを含まない酸化剤の開発も進められている。液体燃料ロケット、液体ロケットは液体の燃料と酸化剤をタンクに貯蔵し、それをエンジンの燃焼室で適切な比率で混合して燃焼することで水力を発生させるロケットである。 推進剤は燃焼機内に超臨界状態で噴射される。固体燃料ロケットより複雑で信頼性に欠けるが混合させるだけで自己着火するハイパーゴリック推進剤を使ったロケットは比較的単純である。さらに人工衛星の姿勢制御エンジンなど一部には火酸化水素やヒドラジンのように触媒で分解する推進剤を使用する単純な構造の一液式のものもある。 第二次世界大戦で使用された V2 ロケットは、酸化剤として液体酸素、燃料としてエタノール75%と水25%の混合物を使用していた。戦後のミサイルでは燃料はケロシンやヒドラジン系に置き換わり、酸化剤は液体酸素、四酸化日素、硝酸等に置き換わっている。液体素の使用やリチウムの添加など、現行のものより、 被水力の良い推進剤も提案されているが、毒性や発岩性、腐食性等の取り扱いの観点から現実的ではない。過去には推進剤に起因する事故が複数回起きている。主な燃料系は以下の通り、ハイブリッドロケットは異なった層の物質を燃料、ここでは酸化剤との総称とするエンジンのロケットである。 一般に固体と流体、液体内式体という組み合わせが多く、流体側の流量を調整することで、固体燃料を使いつつ、液体燃料ロケットと同様の燃焼制御が可能であることが特徴である。流体が1種類だけなので、液体燃料ロケットのように2種類の流体を扱う必要がなく燃料系統が簡素化されることも利点である。 原用の固体燃料の高性能酸化剤は大半が塩素化合物であり一方主流となると考えられている液体酸素や窒素酸化物を酸化剤に用いるハイブリッドロケットは固体燃料ロケットに比べてよりクリーンであると言える同様に現在開発内視構造されている燃料の場合原用の固体燃料と比べ燃焼生成物の 分子量が小さいため、脾水力が高いということも、点である。固体燃料ロケットと比べ、安全性が、比較的高いことなどから、近年、国内の教育機関での研究が増えつつある。他方、ハイブリッドロケットには二つの主要な欠点がある。一つ目は、固体燃料ロケットと同様に、ロケット自体が頑丈だが、重くなる点である。 もう一つは酸化剤と燃料の適切な混合比での燃焼を維持することが困難である点である。固体燃料は製造過程で酸化剤と燃料が適切な比率で混合されている。液体燃料の場合燃料の混合は性能が事前に十分に検討されている燃焼出場部の燃料噴射器によって行われる。ハイブリッド燃料の場合燃料と酸化剤の混合は 溶融、または蒸発中の燃料表面で行われる。このような混合は十分に制御されることはなく、結果的に多くの燃料、酸化剤が未燃焼のままとなり、燃料効率と背景エネルギーが制限されることにな。これらを簡単にまとめて、液体と固体の欠点を合わせ持つハイブリッドと、自重されることもある。固体、液体燃料ロケットに比べて、 ハイブリッド燃料の開発事例はずっと少ない。即応性を求められる軍用ミサイルの場合、長期間の貯蔵が容易で運用と整備に利点がある固体燃料が使用され、衛星打ち上げロケットは、総じてハイブリッド燃料ロケットより性能が優れる液体燃料ロケットで開発が行われたためである。 しかしながら最近は民間用の低気度投入用ロケットでの開発事例が得つつある。液体燃料ロケットの開発で知られるリアクションリサーチソサイティはまたハイブリッドロケットを長く研究開発していることで知られている。近年、米国のいくつかの大学がハイブリッドロケットの実験を行っている。1995年、ユタ大学及び ユタ州立大学の学生は合同でユニティ4と呼ばれる固体燃料末端水産キポリブタジエン、HTPB と機体の酸素を用いるロケットを打ち上げ2003年には HTPB と窒素酸化物を推進剤に用いるより大型化されたロケットを打ち上げているまたオレゴン州のポートランド州立大学では2000年の初めに いくつかのハイブリッドロケットを打ち上げている。世界最初の民間開発による有人宇宙船スペースシップ1は HTPB とアサン化窒素を用いるハイブリッドロケットエンジンを採用している。2社のエンジンから燃焼時間出力特性により選定された搭載エンジンはスプスデブインクによって製造されたものである。スプスデブは NASA のステニススペースセンターの E1 テストスタンドで行われたアンロックのハイブリッドロケットエンジンテストから収集された実験データを部分的に使用している。エンジンは最小水力 4.4KN から最大水力 1.1MN までの稼働テストが成功している。スプスデブはアンロックが出資不足によって事業を停止した後、1998年に 同社の特許や資産を購入している。日本においては、首都大学東京湯浅研究室が国内初となるハイブリッドロケット打ち上げを2001年3月に行ったが、その後はエンジン研究に専念しており打ち上げは行っていない。続いて、北海道大学などが中心となっているプラスチック、ポリエチレンを燃料。 液体酸素を酸化剤とするコミューユロケットが2002年3月に初の打ち上げを行い2005年3月には東海大学 TSRP が4期目にして同団体初の自主開発エンジンを搭載し打ち上げ2006年3月に TSRP が高度 1km に達したが回収に失敗同年12月コミューユが高度 1km に並び2007年8月 コミューユが 3.5km に到達したが回収に失敗した。その後2012年7月にコミューユが高度 7.5km に到達し回収にも成功した。これが2013年1月現在の国内ハイブリッドロケット最高到達高度となっている。電気推進では基本的に科学的に不活性な物質を推進剤として用いる。燃料、 エネルギー源ではないため自由度が比較的あり、システムの簡略化という目的で、化学推進と同じ物質を使用する場合もある。電熱加速では推進剤を加熱するだけであるから、使用される推進剤に制限は特にない。しかし一般的には、分子量が小さく、化学推進、特に RCS と共用が可能なヒドラジン、アンモニアなどが使用される。 レジストジェットでは推進剤をヒータで加熱するだけ、DC アークジェットではアーク放電により推進剤を熱電離させるため大抵の物質が使用できる。イオンスラスタでは主に電子衝突により均一なプラズマを生成するため電離のしやすい物質が用いられる。これはホールスラスタでも同様である。初期には水銀が用いられ、 現在ではキセノンが主な推進剤である。キセノンは、加圧により、密度が増し、タンクを小スペースにすることができるという利点がある。また、さらなる性能向上のため、アルゴンの使用も検討されている。MPD スラスタでは、アークジェットと同様に、アーク放電によるプラズマ生成を行うため、基本的に物質の種類は問わない。性能を確保するため、 ヒドラジン、アンモニア、メタンなどが使用される。また実験室レベルでは、アルゴンや水素が用いられるが、前者は電気的特性がはっきりしているため、後者は格段に優れた性能を発揮するものの、長期保存性能がある。また、プリンストン大学やモスクワ航空研究所では、液体リチウムを使用して、極めて高い性能を発揮する、スラスタを研究している。バセマーは、 ヘリコンアンテナによりプラズマを生成するがヘリウムや重水素、アルゴンなどが用いられる。ただし、高段のヘリコンアンテナによる再加熱を確実に行うために中性粒子との衝突が頻繁で4加熱が阻害される物質は避けられる。フィップやコロイドスラスタでは電解放出により家電粒子を放出するため液体セシウムやインジウムなどが用いられる。 PPT、パルスプラズマスラスタは、供給系統の簡略化のため、固体推進剤、テフロンなどを使用するが、液体推進剤により、性能の向上を図った研究も見受けられる。原子力推進には、前述の化学ロケットに似た類型もあれば、電気推進に似た類型もある。いずれとも違うものもある。化学ロケットに似た類型の一例としては、 レーザー核融合によって、小規模の核融合反応によって生成したヘリウムを噴射して推進する、パルス推進、パルスプリプルジョン核融合ロケット、風難ローコットがある。電気推進に似た、類型の一例としては、水素を高温ガス炉で加熱して噴射する、核熱ロケット、がある。ペットボトルロケットの推進剤は通常、水及び空気で、エネルギー源は、 圧作空気である。推進剤の代わりに光を噴射するロケット。1953年にオイゲンゼンガーが提唱したものであり、宇宙船の後端から光を出すことにより、その反動で推進することが可能となる。モデルの一つとしては、高資源と反射鏡がセットになったものが提唱されている。理論上は、光の速さまで宇宙船を加速させることも可能ではあるが、 光は反動が少ないため、このロケットを実用化するためには、効率のいい光主源が必要となる。核反応に預かった全質量が光子へと添加されることが理想ではあるが、ウランやプルトニウム、核融合反応を用いても光への変換効率は低い。半物質を用いれば、全質量を光に変えることも可能だが、この場合は半物質の貯蔵や生成において、 問題点が発生する。また、仮に、光子源が確保できたとしても、反射鏡の反射率が高くなければ発生した、光子によって溶けてしまう可能性がある。これらの理由から、光子ロケットは今日では実用化には至っていない。レーザー光線を反射することによる推進システムである、レーザー推進や宇宙ヨットなどは、光子、など、が、推進剤である。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。